ポカテロ地域空港とは、アメリカ・アイダホ州パワー軍、ポカテロ市の約7マイル西にある公共空港である。この空港は日本の滑走路を有する。ポカテロ陸軍飛行場の跡地に建設されており、基地の設備の大半は取り壊されているが、4つの大きなハンガーが現存している。この空港はまた国立気象局ポカテロ事務所の本部でもある。 1943年、ポカテロ陸軍飛行場が第二空軍の銃爆撃機の訓練基地として建設された。1949年、それは余剰財産となり、ポカテロ市が商用空港を建設するために取得した。ウェスタン航空は一時期、ポカテロに就航していたが、1974年から1981年の間の5日に、 そのサービスを中止した。合併直前の1987年3月には、ウェスタイ航空は、スカイウェスト航空の運航により、ウェスタンエクスプレスとして就航していた。ホライゾン航空は2006年1月7日まで、ポカテロに就航していた。当初1983年開設のソルトレークシティビーンとしての就航であったが、1984年からは、 ポカテロとボイシ空港を結ぶルートに変更された。ビッグスカイ航空は、ホライゾン航空がサービスを中止した日から2007年3月30日まで、ポカテロに就航していた。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、 空軍歴史調査局の次のウェブサイト http://www.afhr.af.mil スラッシュ本文を含むありがとうございます。